お元気ですか、ボクシミです。今回は 2021BBU ベースボールカード千葉ロッテマリーンズヒストリーの開封動画になります。今回でこちらね、2箱目でございます。で、1箱目の時はですね、なんとですね、たった5枚しかないね直筆サインカードの選手を引きました。で、結構ね安かったのでね買ってみました。でこちらがですね、ワンボックス5枚入りで、ワンボックス15パック入りとなっておりますので、前編8パック後編7パックずつやっていきたいと思います。まずは前編の8袋でございます。それではね、いきたいと思います。まずはね、前編の1袋目でございます。こちらね、成本栃秀選手でございます。荻野貴司選手に堀浩一選手、清水直行選手、前田幸永選手でございます。2パック目でございます。園川克実選手でございます。小林博之選手でございます。西岡剛選手でございます。石川歩夢選手でございます。里崎、智也選手でございます。現在はね、 YouTuber で活躍しております。3袋目でございます。吉田篤史選手でございます。有藤美智代選手でございます。で、藤原京太選手のねカードでございます。両角健二選手でございます。こちらですね、本拠地を東京球場に移転した時のカードでございます。4袋目でございます。苦闘の川崎球場時代の時のねカードでございます。南淵時隆選手でございます。大谷智久選手でございます。井上陽一選手でございます。福浦和也選手でございます。5袋目でございます。こちらですね、千葉ロッテマリーンズに、名前を変えた時のカードでございます。高田は秀明選手でございます。で、直筆サインカードでございまして、立川、これは高橋選手ですね、直筆サインカードでございまして、確率は90分の3でございます。こちらでございます。続けていきたいと思います。成瀬義久選手でございます。八木沢総六選手でございます。6袋目でございます。足吉岡俊明選手でございます。角中克也選手でございます。三郎選手でございます。袴田
秀俊選手でございます。成瀬義久選手でございます。7袋目でございます。藤岡、雄大選手でございます。三井正春選手でございます。こちらね、36盗塁を達成した西村、のりふみ選手のねカードでございます。監督経験もございます。大塚明選手でございます。佐藤健一選手でございます。前編8袋目でございます。前編最後でございます。川本康幸選手でございます。成本俊秀選手でございます。佐々木朗希選手のねカードでございます。徳津貴博選手でございます。最後は上川誠司選手でございます。以上で 2021BBM 千葉ロッテ 2021BBM ベースボールカード千葉ロッテマリーンズヒットリーの開封動画2回目の前編を終わりたいと思います。さっきね噛んでしまったことをね深くお詫び申し上げます。後編の7袋もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。